はい、こんにちは。今日も2台の走りを紹介となります。最も実物に近いこのトラック、それとこちら、どちらも超リアルでスケクロ祭りの代表者です。いや、マジでかっこよかったです。萌え萌えです。それではみんなの楽しい走りを見てみましょう。ナインステイツ九州ロッククローリングはスケールクローラー車両で楽しむことをコンセプトとしています。スケール感重視で走行性能をアップしましょう。登録よろしくばい。When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. しかもリーフ前リーフ車よこれ。リーフよ。あれこれマイクリーフだった。いや違う、リーフに変えとで、アクセルも K44 のあのめっちゃスケールアクセルのセレクト機、一番実車に近い。もう車じゃないです。あらー、どうしたー、勝ち。これもいい。ちょっとちょっと、おーおーおー、やるねー、ひぐっちゃん。あ、スリップショスリッパークラッチが、ひぐちゃんうまいわ。ここやな。グイグイ行くね。ようできそうと思う。行った方がいいよ。ああ、もうちょっとぐっと左に行った方がいい。お疲れ。
Enjoy My Life。